はい、どうも、コンシェルジュです。前回の続きね、インスタグラムを例にして復元、ネット復元工作どうやってやっていくかっていう話をしてますけれども。で、まあ、フォロワーを増やす話はしましたね。もう本当に作業が大変だから、もうツールを使ってますよと。月4000円とかかかるやつ。で、ちなみになんだけど、今ね、そのインスタグラムとかだとツールがあんまりまだ出てなくて、月4000円で1アカウントだからね。わかる？ 1 人。月4000円でさ、こっちが持ってる例えば10人とか20人とかのアカウントを全部そのやってくれるんだったらいいじゃん。月4000円で1人の工作員アカウントだけなんです。だから2人の工作員アカウント作ろうと思ったら 4000×2 ね。で、今ね10人15人ぐらいはいるので、そのインスタグラム部にはね、工作員アカウントが、うん、従業員がじゃないよ。工作員アカウントがそれぐらいいるので、で、まあ、それなりの、まあ、費用は正直かかっちゃってるっていうコスト面のお話もしながらですね。で、まあ、フォロワーを増やしているわけですが、次、写真ですよね。で、写真をアップしなければならないんですけど、インスタグラムだと、まあ、おしゃれな写真を撮らないといけないのが大変。うん。だから僕の場合は、まあ、その例えば自分の従業員、自分のところの従業員ね、であとはその社長連中のお友達で、まあ、その家族とかあとは女の子のお友達とかに、写真はお願いせざるを得ない。だって僕一人しかいないですからね。で、基本的に復元工作ご依頼していただくと責任を持ってやるのは僕なので、で、まあ、写真とかは僕一人しかいないから集めきれないんですよ、うん、他にも工作の依頼者さんいっぱいいるわけですからね。例えば10人とか20人とか同時進行で、工作やってるわけですから、写真のね数がねとにかく圧倒的に足りないんですよ。自分一人、僕一人では、例えば24時間のうち、まあ、18時間ぐらい起きてたとしてさ、その最近目悪くなってきたんだけど、ほぼほぼパソコン作業をしながら過ごすわけじゃん。で、もちろんそのコンシェルジュとしてね、行動もしなきゃならないから、いろんなところにお出かけしたりもしてるんだけど、その時に写真たくさん撮ったりとかするんですけど、足りないんですよね。うん。足りないので、まあ、その、従業員は全ての事情をわかってる。うん。から、だからその従業員にお願いして、で、もしくはそのお友達とかにはその写真の使用用途とかを基本的には内緒にして、ちょっとなんか面白いところ行ったとかってあれば、俺用にちょっとブログでね、僕が勝手に行ったっていう社長ブログを作んなきゃダメだから、君じゃあその何ディズニーランド行ったのと、じゃあちょっとね、俺最近ディズニーランドとかそういうところ全然行ってなくて、でも社長的に今日はディズニーランドに来ましたみたいなブログを書かなきゃダメだから、ちょっとそのディズニーランドの写真さ、絶対誰も使わないやつを5、6枚っていうか10枚20枚撮ってきて僕にちょうだいってお願いするんですよ。で、その写真をもらってそれを工作員の方で使ってるの。うん、僕のブログなんかそんなの書かないでしょ。そもそも僕のブログないからさ。で、そういう話はあんまりせず、うん、そういうお友達に写真を撮ってきてもらったりとか。で、あとはその僕の直接の家族ね。直接血つながってる血縁、これは僕のお仕事はある程度分かってるので、まあ、顧客情報とかはちゃんと保護しながら、こういう事情によってね、こんな感じの写真がちょっと欲しいんだけどとか、まあ、僕地元が札幌だからさ、で、札幌の親戚とかに、親戚っていうかまあ親だね、親とかにこういうそのね冬の写真とか、最近だったら雪まつりのね写真をちょっと撮ってきていただけますかねとかね、兄弟とかにお願いしたりとかして写真を集めてるんですよ。で、そうやって集めた写真を、まあ、投稿してるんだよね。これが必要になります。うん。インスタグラムだったら、インスタグラムはもうまさに写真のサイトっていうか SNS サイトなので、写真がないと、アップする写真がないともう話にならないわけです。うん。Facebook とかだったら写真なくても、まあ、文章だけの投稿でもいいんだけど、でも最近はやっぱりね、Facebook でも、写真がないと、なかなか見てくれないし、かといって、Facebook だと Facebook 難しいんです。毎回写真載っけてると今度業者みたいなんですよ。だから時には写真も載っけない。ただ文章だけの投稿もしたりとかするんですけどね。で、まあそんな感じで一般人な感じを装っていくと。で、フォロワーも増やしていくと。そうなってくると、
ようやっとそのこっちがその対象者、あなたの元カノ元カレとかに、フォロー仕掛けたりとかコメントしたりいいねしたりした時にお返ししてくれる率が高まります。で、するじゃん、リクエストしたりとかフォローするじゃん、あなたの元カレ元カノに。でそのまますんなりもうリクエストじゃないフォロー返してくれたりとか、 Facebook だったら友達リクエストを許可してくれればそれも OK ですね。あとはそのお互いの投稿がまあ見れるようになるというか、まあ自分のタイムラインに出るようになるので、であとはその復縁をほのめかすような、あの心理心をちょっと動かすような復縁系の投稿、復縁に対する前向きな投稿とか、あの元カノ元カレから連絡来たら、あそれはもう普通に返事しろとか、久しぶりに元カノ元カレと会わないとかって言われたら、それはもう逆に会いに行くのがもう普通ですよと、ね、そこをねもう怖いから嫌だとか言ってるのはもう逆に情けないしね、女であれ、であとはそのストーカーの話とかね、女の子、相手が女の子、対象者が女の子であなたが元彼なんであれば、まあね、元彼から連絡来て、正直これ本当真実なんだけど、元彼から連絡とかが来てさ、その連絡ぶっちしてる女の子がマジで危険な目に遭うでしょ。それこれ真実なんですよ本当に。ストーカーされたくないんだったら元彼から連絡来たら返事しないと、普通に。そう、当たり前ですね。これ前もなんかの動画で言ったと思うけどさ、そんなの上手なキャバ嬢のことが普通にやってるでしょ。こいつ絶対うぜえ客と思ってるすごい部男に対してもちょくちょく連絡は返すんだよね。 100% ストーカーになって下手なやり方すると私間違いなく殺されるなって思いながらも、そういう怖いやつからメール来たら返すんだよ。で好きだ好きだ言われても、いやちょっと今そういう感じではじゃないから私って、できっぱり断りもせず、でも本当はあんまり希望は持たないでねって、私正直誰と付き合うとかって今全くマジで考えてないし、他の人と付き合っちゃう可能性だってあるけど、でも何々くんはまあそんな悪い人じゃないから今一緒にメールしてて楽しいよみたいな感じのメールを普通に送るんだよね多分。だから殺されないっていうか、ストーカー事件に巻き込まれない率が高い。ストーカー事件に巻き込まれてるのはもうめんどくさがりな女がストーカーされるんですよ。要はブッチするの男、それはねもうこれも前だいぶ言ってるけどさ、刺すしかないっていう風にそういう危険な男は思うわけでしょ。僕だって思いかねなかった時期だってあったよ。あなたもそうだよね男子ダメだよそんなことしちゃ、そんなことしなくても復縁はできるのでっていう話をしてますけれども、まあそういう話をね具体例とともにしたりとか、例えばそういう話をさ、あなたの元カノで、あなたが男性で元カノが見れば、ああそっかな、返事しなきゃダメかなって思うでしょ。だって死ぬもんねあなるほどそういうことなんだって思うじゃんね。返事ぐらいはするんですよ、するようになるの。今まで完全にねあなたのことを無視してた元カノが、あなたが連絡したら何どうしたのぐらいな一言は返してくるようになったりとかするんですよ。そんな怖い話僕のね工作員の投稿とかを見て、ああ返事しねえと殺されるんだって思ったらさ、返事するじゃんね。でその時に別にあなたは恐怖を与えるんじゃなくて、普通の軽い感じの反応をしてあげる。例えば LINE とかだったらスタンプ1個送ってじゃあねってやったりとか、また連絡すんねーっつって1ヶ月連絡しないとかね、そういうトリッキーな動きとかもしながら、あなんだ全然怖くないじゃんっていうことをアピールしていく。実際にあなたは怖くあってはいけないわけですよ。で怖くないアピールをまあ上手にしていけば、まあ、連絡ちょくちょく取れるようになるじゃないですかね。で会うでしょ、久しぶりに飯食おうとか、お茶しよう、飯、まあ相手女の子の場合は飯って言ったら夕飯とかになっちゃうから、夕飯怖いから、夜怖いの、あなたまだ怖がられてるから夜はやめてお茶しようとか、名古屋だったら米田行こうぜとかっていう話、米田コーヒーね、行こうかっていう話をしたりとかして、でどん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 ちょっとずつね近づいていけばいいじゃないですか。これが基本的なネット復縁工作の流れなんですけど、友達になれない時もあるんだよね、こっちの工作員がどうしても。
で友達になれなくてもとりあえず大丈夫っていう工作の効果は全然ありますよってお話を次回はします。できればね、できれば友達になれた方がもちろんいいんだけど、そっちの方がその工作の効果は高いんだけど、友達になれないケースもあって、で友達になれなくても大丈夫です。はい、それを次回お話しますので、次の動画をお楽しみにしておいてください。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。